まあそうだね。どうも、たつみです。はい、というわけでね、今日私一風堂にやってまいりました。一風堂ってね、最近上場したんですよ。飲食店、しかもラーメン屋でこういうのってなかなか珍しいことで、なんでかっていうと、やっぱ上場ってすごい審査が厳しくって、ブラック企業とか上場できないんですよ。だからそういう中でクリアされているっていうのがすごいなと思いまして、はい、というわけで、はい、行きましょう。今回やってきたのは一風堂。東証マザーズに上場したこのラーメン屋さん、早速入っていきましょう。メニューを見ていきましょう。というよりも、やはり白丸なのか赤丸なのかという感じですね。調味料はこちら、豚骨ラーメンではおなじみのからし高菜と紅生姜ですね。うまそうだね。赤いし白身でありますレンゲでかいな。でかっ。麺をリフトしていくと見えてきたのは細麺。ちょっとうまそうすぎるねこれ。すごい細麺、ね、細麺なんか見たの。そうなの、なんでそんなテンション上がるんだ。いつも家系だから。確かに。久々に食べる一風堂、お味の方は？くるくると喉の中入ってる。つまり注意されたので、シャアなしにすっげー噛んでやりました。やっぱりこういう豚骨ラーメンの楽しみってトッピングだから、紅生姜って高菜まずいよ。やっぱり豚骨ラーメンには紅生姜と高菜合いますよね。うまそうこれ。そしてもやしもちょんと入れて、この3つの真ん中あたりを掴んで食べる。これがうまい。うめえな。紅生姜のこのちょっとした酸っぱさと高菜の辛さ、しょっぱさ、最高だね。うん、チャーシューの照りもいい。食べるとさらに麺が進む。これの繰り返し。はい、どうも、お食べ。到着したが妻が気になる。いや、ちょっと入れすぎじゃないそれ。なんか担々麺になっちゃう。担々麺はさておき、替え玉を入れて食べていきましょう。元通り。またスタートラインに立ちました。ここで私も妻の真似をしようと。そんなもん。もっと。もっと。あと30回ぐらいも。味だいぶ変わっちゃうわこれ。こんなもんでいいだろう。お味の方は？とても美味しいです。だいぶ担々麺に近い。やっぱり豚骨と紅生姜が、ね、合う。豚骨ラーメンと紅生姜と高菜合う。いろんな組み合わせを楽しんだ後に残るスープ、これは個性があって一人一人味が違う。今何ですか？替え玉して。どうやってすんの？はい、というわけで食べていきました。美味しかったっすね。やっぱね、どこの店舗行ってもさ、味一緒だよね。なんかそれすごいと思うんだよね、いつも。うん、だから結局やっぱあの味食いたいなっつって、どこのお店行ってもいいっていう、やっぱどこにでもあるっていうのがいいよね。また行きたいと思います。いや、もっと替え玉すればよかったね。言ったじゃん、替え玉した。いや、もうなくなってから言ってた。ご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価のボタンを押してください。Twitter、Facebook もやってるので、皆さんよかったら YouTube の方もチャンネル登録お願いします。